岸本智弘は、日本の歯科医師。京都府京都市北区で岸本、歯科医院を開業。京都府京都市左京区生まれ。京都市立紫の高等学校全日制。普通科卒業後、愛知県名古屋市にある、河合塾地草校に入学。生物学の知識のみをマニアックに深め、愛知学院大学士学部士学科に得意、科目入試制度で入学。同校卒業後は、 京都市伏見区の司会院に勤務。2007年2月3日に岸本、司会院を開業。2008年6月に日本司会司会、京都府司会司会、京都府司会司会北支部に入会。高校生時代の所属クラブは放送局に在籍。技術部員として音響ミキシング等を担当。NHK コンクール全国大会へは3年連続で出場。その他、 地学部にも在籍していた。河合塾地草校時代の友人とは、今でも、Facebook 等で連絡を取り合っている。大学生時代の所属クラブは、公衆史家衛生研究会。大学3年生、4年生時に部長を務め、坂木原幸太郎に出会う。2000年に、SCP 日本代表選抜大会に出場。同年シカゴで開催された米国市会史会主催の、 SCP 大会に参加。同窓会組織であるスかカダよびスっカダジャパンのメンバーとは、現在も交流が続いている。全国のの天風呂を巡っていた頃に、静岡県浜松市にあるダン、段三酒ケフトッパラに出会う。毎週のように通っていた時期もあり、当時の大将に、将来、いろんなところで、ここよりも立派なものを食すことになるだろうが、 それを味わう味覚が育ってなければ十分に楽しむことができない。魚の本質、芋焼酎の本質を体感させてやるとして、ここで芋焼酎の色派と魚の味わい方を教わる。敬愛する人物は、ホンダ総一郎、スティーブ・ジョブス。よって、自動車は、ホンダ技研工業製品、パソコンは、アップル製品のみを愛用。最初に所有した自動車は、 シビック EK 型ベッティ。初年度で4万キロを走破し、最終走行距離は30万キロを優に超えた。最初に所有したアップル製品は、セントリス 660AV。この機種とアナログモデムを使用して、最初のホームページを制作。日本人なんだから、日本酒がわかるようになろうという思いから、日本酒を味わうようになり、その奥の深さに感激。 最近は缶酒がうまいと感じるようになった。30年ものの日本酒を味わった時は酒の真髄を買いもみたという。京都に住んでるんだから地元の酒をという思いからサントリー山崎上流所を訪ね、その奥の深さに感激。以来、宴会等でウイスキーをたしなむことができるようになった。社会人になるまでのザウの名はぼちぼちいい子だったが、さすがに、 社会人になっても同じでは、ぼんやりしてしまう、と感じ、最近は単年度ごとに目標を持つようになった。岸本、司会院日本司会司会京都府司会司会スッカダ、ジャパン。ありがとうございます。